大体一緒。はい、ゾエパートナーズの大森です。今回も決まったところでね、大体一緒なんですよ。もうやり方ね、やり方大体一緒です。でも、まあ、細かいところのね、やり方が違います。何と大体一緒なんだってね、思うかもしれないんですけれども、今までね、いろんなね、もうこれでね、こういう風にしてね、根絶してくださいね、なくしてくださいねっていうのを、雑草とかね、やってきたんですけれども、今回はですね、そんな中でね、ヘクソカズラをね、なんとかしたいよという方がいらっしゃったんでね、今回はヘクソカズラのお話という風になっております。その中でもね、まあ、基本になる考え方っていうのは、まあ、ほぼほぼ一緒なんですよ。ほぼほぼ一緒です。ほぼほぼ一緒なんですけれども、まあ、細かくね、このパターンだったらこういう風にすることもできるよね、みたいなことがあるだけなんでね。まあ、他の動画見てらっしゃらないようであればね、まあ、ぜひともね、最後までご視聴いただきましてね、参考にしていただけたらなと思っております。チャンネル登録もあるよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということで、早速お話のをしていくんですけれども、ヘクソカズラね、鶴ですね。勝手に出てくる鶴製の植物でですね、多年草という風になってますね。で、日本にね、昔からあったというタイプの、ね、鶴という風になってますね。で、いろんなところにね、まあ日本各地いろんなところにあるんじゃなかろうかと。私ですね、千葉県からね、ほぼほぼ出たことない。それ以外出ることはね、まあ旅行でね、行きましたよとかね、旅行でヘクソカズラを見に行きましたよっていうことがね、ごめんなさい、一回もないんでね、ヘクソカズラ見に青森に行きました。ね、ヘクソカズラを見に九州まで来ました。ね、そういうことがね、一回もないんでね、沖縄に行ったらなんか自然になんかバナナみたいなのが生えてるように見えたんですけど、気のせいですかね。あれ育ててんのかな。沖縄の方はちょっと教えていただきたいんですけれどもね、千葉県はね、この間どこだったかな、通りがかったらね、トウモロコシすごいね、今作ってたというようなね、感じでね。まあ、ヘクソカズラをですね、わざわざ作ってるよっていう方はね、かなり少ないんじゃないかなと思います。一応ね、いろいろやってね、なんか薬のね、元に使われてたよみたいなことはね、昔あった。そうです。ちょっと調べたらね、そういうことも出てきたんでね。ごめんなさい、そこまではね、ちょっと薬屋さんじゃないんでね、あんまりわからないんですけれども、まあそんな感じです。そんな感じでヘクソカズラなんですけれども、鶴でね、どんどんいろんなのにね、こう絡まってきちゃってね、厄介だと。で、何が厄介かっていうとね、これ匂いなんですよね、多分ね、臭くてね、どうしようもないと。傷つけると悪臭がする。これね、葉っぱもそうですし、茎というかね、そのつるの部分、あれをね、やってもね、もうどこやっても基本的にはこの匂いがするという風になりますんでね、まあ、やる気がね、なんかなんとなくなくなるっていうのをね、おなじみのヘクソカズラなんじゃないかなと思うんですけれども、そろそろね、お花がなり始めるよというようなね、感じの季節にだんだんなってくると、お花はね、まあおよそね、夏から秋ぐらい。で、その後ね、すぐ実になってくるよっていうようなね、感じの植物という風になっております。まあそんな感じのね、ヘクソカズラね、ああ、この絵でね、ああ、見たことあるよっていう方ね、いらっしゃるのかなと。葉っぱがね、特徴的な、こうなんかね、ハートっぽい感じになっててね、花もね、こう書かれてあるんですけれどもね、相変わらず分かりやすい絵だというふうにね、自分自身でね、一応自画自賛しとくというようなね、感じなんですけれどもね、そんなね、花がね、なんかこう白くてね、お花がなってね、まあ、綺麗なんですけれどもね、まあ、取ろうかなと思ったら臭いというようなね、感じですね。で、こっからがですね、防除の方法、要するになくすためにはどういうふうに考えていったらいいかという方法になるんですけれども、こっからが、大体ね、どれやっても同じという風な感じなんですけども、基本はですね、光合成をさせないようにする。まあ、これがね、やっぱ基本的なね、考え方になってくるんじゃないかなと思います。あとは、このね、ヘクソカズラ、実をならせないようにする。まあ、他の植物ね、雑草とかもそうなんですけれども、まあ、実がなったらね、増えるよっていう可能性がありますんで、まあ、実をならせない。あとは土壌改良するとね、なくなるよっていうパターンのね、ものって結構ありますんでね、スギナとかね、アイロンとかドクダミとかもね、お話しましたね。そういうようなものもですね、土壌改良したらなくなるよっていうのもあります。で、これね、ツル植物特有のね、考え方なんですけれども、他のものにね、絡ませなければいいんじゃない。まあ、もちろんね、フェンスだったらちょっとあれかもしれないんですけれども、そこにね、例えば移動できるタイプのね、なんか植木鉢があったよって、植木鉢に全部絡んじゃったよとかね、なんか自転車ずっとそこに置いといたら自転車にずっと絡まっちゃったよとかね、動かせるものであれば動かしてもらえればね、防除、ね、取り除くのが楽になるよという風な感じになります。もちろんね、フェンスだったりとか、もう木が植えてあるよとか、そういうのだったらね、なかなかもう移動できないよっていう風になりますんで、移動できるものがあるのであればね、それに絡んでいるのであれば、それをね、どかすっていうのも一つのやり方になります。あとはね、まあ除草剤と。まあざっくりね、
駆け足でね、話したら、まあ大体こんな感じというふうになりますね。まあ一応ね、あの復習も兼ねてね、もう一度ね、細かくね、解説していくんですけれども、光合成をさせない。これね、もう基本の考え方になりますんで、どれをね、どういうふうになくしたいですってコメントね、またいただくような感じになると思うんですよ、この動画もね。そしたら、あ、光合成をさせない。これだけね、まあまずもう覚えてください。光合成をさせない。光合成をさせなければ、基本的に木はですね、草もそうです。植物全部そうです。光合成ができなければ生きていくということができないんですよ。だから、じゃあどうすればいいかって言ったら、例えばね、もう暗くしちゃう。まあ、防草シートを被せちゃうよ、だったりとか、あとは取り除く。地上部をですね、取り除く。要するに、地面から上の部分で基本的に光合成してますんで、地面から上の部分を全部なくしちゃう。で、また新たに出てきたら、新たに出てきたところで光合成してますんで、それも取っちゃう。そういう風にすると、栄養はどこかに残っていたとしても、どん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 出てくるのは弱くなるよと。いうことができるんですよ。だから基本的にはね、光合成をさせないためにはどうしたらいいかなというのを考えていただく必要があるというふうな感じですね。で、これはですね、他のものにね、絡んでたら他のものの上に来ちゃうから、ツールがね、他のもの、これね、今他のものの話してますね。他のものに絡んでいたら上に来ちゃうんで、光合成し放題になっちゃうわけですよ。だから絡ませないようにしていただければね、そんなにこうね、高くね、まで伸びていくっていうような感じにできなくなる、できにくくなるというふうになりますんでね。そしたらね、取り除くのも簡単ですしね、ツール絡んでるとね、もうね、この回転何回転してんだろうなっていうね、あれをね、もう取るのが大変というふうなね、ツールあるあるなんですけれどもね、特にね、なんかあの巻きつくタイプのツルとね、巻きつかない、あんまりね、あんまり巻きつかないタイプのツルあってね、このね、ヘクソカズラに関してはね、かなりね、なんかもうね、すごいぐる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 なって、ね、感じなんでね、もう通るの大変というような感じになりますんでね、まあ基本的にはね、そんな感じで光合成をしないようにするためにはどうしたらいいかっていうふうに考えていただければね、まあ少し減らすということが、ね、できるんじゃないかなと思います。あとはね、まあこれもう分かりやすく実がなりますんで、実をならせない。じゃあ実をならせないようにするためにはどうしたらいいかと言ったらですね、花がなったら実になるよという感じになります。ですんで、基本的にはですね、花がなってる最中に取ってあげれば実を取ってたのとほぼ同じというふうにね、考えることができるんですよ。だから書いたんですけれども、基本的にはね、夏頃までにやっていただくというふうなのがね、いいんですよ。実がなるとさらに増える可能性が高まりますんで、作業は夏頃までに、やっていただきたい。なぜなら、花は夏ぐらいから、まあ秋ぐらいにかけてね、あの、花がなります。そしたらその姿もう実になってるんですよ。実ができてる。実ができてる実が落ちたら、もうまた出てくる可能性あると。じゃあ、落ちないように取っちゃう。今のうちから取っちゃうという風にしていただければですね、かなり減らすということがね、できるんじゃないかな。かなり減らすっていうのは今年じゃなくて、来年実で出てくるというのを減らすということができます。だから、再来年もね、同じことやればね、またその次の年もね、実がなってないままになりますんで、どん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 減らすということがね、可能になるんですよ。だから、実をならせないという考え方も基本的には必要になってくると。いう風な感じですね。あとね、栄養成長している今はチャンスだよ。ね、感じだと思うんですけどもね。よく見ていただいてる方ね、もうね、そんなこと知ってるよっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。一応ね、栄養成長の話をさせていただくとですね、木、草、両方そうなんですけれども、基本的にはですね、春になってね、こう伸びるんです。まず伸びます。まず伸びて、その後に栄養、今ね、伸びた。まず伸びたのが栄養成長です。まず伸びて栄養成長した後に、今度ね、生殖成長って言って、花を鳴らすために力を使います。力って何かっていうと光合成なんですけれども、花を鳴らすために光合成の栄養を使うという時期が夏から秋にかけて今度来るよというような感じですね。栄養成長をね、今してるんですよ。だから今ね、栄養を蓄えるために伸びているという風な感じになります。だから栄養を蓄えるために伸びていて、栄養を蓄えるために伸びているんですけれども、その伸びているのは実はですね、栄養を使って伸びています。ということは、栄養を使っちゃってるんだったら、取っちゃったら栄養を使っちゃって、さらに取っちゃって弱るんじゃないのと。いうふうにね、考えることができます。ですので、栄養成長している間にやってあげるとですね、その次の生殖成長、要するに花がなって実になるよっていうのもなくすということも
できます。ですので今のうちにねやるっていうのがいいんじゃないかというふうな考え方です。さらに言うとですね、栄養成長をして、その生殖成長に入ったタイミングで切っちゃうとね、もうちょっとねその花に使うためのね栄養をですね使い切れなくてね伸びちゃうっていう風なね、まだ栄養成長しててよかったんでしたっけみたいな感じになっちゃうっていう反応もありますんで、まあ夏ぐらいにやるとね取ったにもかかわらずまた伸びてくるっていうこともあります。ただしそれはねまた伸びたやつはまた取ってあげればいいんじゃないのっていう風に考えることもできますんで、まあとりあえずね実がならないタイミングで取ってあげるっていうのがいいんじゃないかという風にね考えられると、だから今ねやってあげればもうねいいんですよ。とにかく取るのが大事と。なくすのがとにかく大事。もうすぐね、もう思い立ったらすぐやる。これがね、大事になってくるんじゃないかなというふうな感じになります。あとはね、土壌改良。土壌改良をね、してね、これもね、駆除するということもできるんじゃなかろうかというふうに考えられているツールですね。湿った土を好むという傾向にありますんで、排水性を良くしますよというのをやれればですね、もしかしたらかなりね、なくすということも可能なんじゃなかろうかというふうに考えられます。これですね、要するにまあ湿った土っていうことは排水性が悪い、それはもう粘土質の土というようなね感じなんですよ。今ねちょっと雨が降ってるんですけれどもね、千葉県ね、千葉県全部で雨降ってますからね、ここのね、花見派の事務所の周辺だけかもしれないんですけどね、全部でね、ひっくるめちゃうとね、良くないなっていう感じでね、まあ、ここの地区はね、雨が降ってるんで、雨が降った後にね、水たまりがずっとね、残ってるところとか、色がね、どう考えてもそこだけ湿ってるよってずっと。そういう場合、水が引かないとかね、水が引きにくいと。そういう場合はですね、かなりね、粘土質のね、状態になっている可能性がある、んですよ。保水性がかなり高まっているという可能性がありますんで、それをですね、なんとか排水性を良くしてあげるというのをしてあげればですね、良くなりますよと。これでね、なくなっていく可能性がある。ただしね、まあ、いろんなこともね、考えなきゃいけないんですけれども、そうなってくると今度ね、あれ、イネ科の雑草みたいなね、エノコログサみたいなのが、ああいうのがね、なんかすごいはびこってくるよとかね、排水性が高まりすぎるとそういう風になったりすることもあるんですけれどもね、まあ、何かが あるから何かがないわけで、何かがなくなったら何かがあるっていう風にね、なるのがね、もう雑草でね、もうそこのね、要するに領土争いなわけですよ。いろんなね、いろんな領土の争いをね、みんなしてるという風になりますんでね。だから完全にね、全部が全部やっぱり雑草とかツルとかをもう本当になくそうと思ったらね、最後に書いたんですけれども、やっぱ少しずつ継続的な作業、努力というところが必要になってくると。ちょっとずつちょっとずつね、やっぱお庭を手入れしていくっていうのが自分の理想のね、お庭を作っていくっていうことにね、なっていくんじゃないかなと思いますんでね。ですんでね、まあぜひとも少しずつね、やっていただければいい。いっぱいなってるから、ああ、やだなっていう風な感じに気持ちになりますんでね。ちょっとだったらね、まあちょっとだけやっとこうかなみたいな感じになりますんで、一回やってね、伸びたらもうそのタイミングでね、すぐ取っちゃうとかね、そういう感じにしていただければ、だいぶとね、減らすということができるんじゃないかな。あとね、最後にね、まあ、除草剤というのがありますね。除草剤を言うとね、なんかね、あの除草剤を使いたくないんだよーって言ってくる方がね、たくさんね、あのコメントをいただけるんですよ。ですんでね、除草剤というふうなね、感じなんで、除草剤使ったら SDGs に反してませんか？っていうね、あのコメントをいただいたんですけどね、今みたいな顔してたかどうかちょっと知らないんですけどね、ごめんなさい、僕 SDGs っていうのをね、こういまいちね、あの全部が全部を把握してるわけじゃないんですけれどもね、 SDGs 20何個ありましたね、あの中に除草剤を使わない18番みたいな感じのやつがねあったのかなと思って、ちょっとね、ごめんなさい調べてないんですけれどもね、あったんだとしたらね、ごめんなさい SDGs に反してたなと思うんですけれどもね、はい、また SDGs に反してないんじゃないの、サステナブルディベロップ何でしたっけ、僕本当にね、その SDGs のその要するに代表会員じゃないんでね、ちょっと何とも言い難いんですけどもね、ただね、別に除草剤が売っててそれをね、自分の敷地内に撒くっていうのはね、良くないことではないと思いますんでね、そ勝手に人ん家にやったりとかね、なんかそういう悪さしちゃいけませんよ。でもね、自分の家でね、もうそれがどうしても嫌だっていうのであればね、別にそこだけね、局所的にやるっていうのは悪いことではないのかなと思いますんでね。まあ、ただね、その後ね、その要するにどうなるのかっていうところもね、しっかり知った上でね、やっていただければいいんじゃないかなと思いますんでね。まあ、最近のやつはね、そんなに効果がね、その要するに悪い方向のね、効果がね、少なくなってますよっていうふうにはね、言われてますんでね。まあ、それを信じてね、やるっていうのも一つなのかなと思いますんでね。まあ、ただね、世界的に見るとね、あまり除草剤ってもう、
使うのどうなのみたいな風には言われているっていう事実はありますんでね。ですんで、まあその辺も考えていただければいいんじゃないかなと思っております。ということでね、まあざっくりまたまとめるとね、光合成で身をならせないためには今やる必要があって、土壌改良、あとはね、他の絡んでる何かがあるんだったらそれ取っちゃうというやり方がありますんでね、基本的にはね、少しずつ継続的に、長期間かけてね、もうほんと4日間でヘクソカズラをなくしますみたいなのも基本的に無理ですからね、それやるんだったら除草剤。除草剤やって SDGs でまた怒られるしかないというふうになりますんでね。ですんでね、基本的にはもう長期間かけてね、やっていただくというふうな感じのお手入れになっております。ということでですね、今回はヘクソカズラのお話をしております。チャンネル登録もありがとうございましたので、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。